全員で白ひげの首を取れ。海軍がおっさんに向かってる。あなたは前だけ見てなさい。直義団への道はバタ足に任せて。もう諦めんかい、白ひげ。誰に物言ってやがる。俺は白ひげだ。組むのか。俺は誰とも組みはしねえよ。お前らの思い通りにさせてたまるかよ。子たちの明るい未来を見届けねえと、俺は死ぬわけにはいかねえ。急げ！エッツ弟！食い止めろ。
押さない。なきゃ割れない。俺が押されてるだと？バカな。僕が守ってみせます。ここでくたばる義理もね、聞かせてもらうぜ。頼むの。指示を出しているやつを倒さないと、あいつらは止まんないわよ、みんな。運命。
わけにいくか、ルフィ。気抜くな、ルフィ。麦わらボーイ、エースボーイ、こっちはバタ足に任せて、早く行きな。奴らを逃がしてはならんぞ。あとは好きにやるといい。ジサバルの死体は俺がいただくぜ。ボロボロ仕方ねえ、僕の手だ。エースが解放されりゃ、あとは海軍を食い止めるだけだ。ここでの目的は果たした。もう俺簡単には逃がさねえよ。あいつを倒さないと逃げられねえ。妖怪か。俺の能力で溶かしてやるよ。ゴムゴムの。海軍に邪魔はさせねえよい。ゴムゴムの。もうダメ。無事を祈ってみるわよ。エ
です。ここまで来るとはな。ゴムノー！お前、どけよ！解放して即退散とは。
救ってくれた人をバカにすんじゃねえ。正しくなけりゃ生きる価値なし。海賊に行き場所はいらん。この地は抜かせやせん。敗北者として死ぬ。御御山の大将にはあつらえ向きじゃろうが、白ひげはこの時代を作った大海賊だ。この時代の名が白ひげだ。ロギアじゃ言うて油断しちょりゃせんか。お前はただの火、わしは火を焼き尽くすマグマじゃ。海賊王ゴールドロジャー、革命家ドラゴン、この二人の息子たちが義兄弟とは恐れ入ったわい。貴様らの血筋はすでに大罪だ。誰を取り逃そうが貴様ら兄弟だけは絶対に逃がさん。よう見ちょれ。おい待て、クーヒー。え？おっ、次こそお前じゃ、麦わら。赤犬さん、危ない。後にマリンフォード頂上戦争と呼ばれる史上空前の戦いは、シャンクス率いる赤髪海賊団の仲裁によって、その何が海賊王だ。俺は弱い、何一つ守れねえ。